昨日午前、1990年4月以来の円安ドル高水準を記録。市場では政府日銀が円買いの市場介入に踏み切ったとの見方も出ています。財務省の神田財務官は、介入について私から申し上げることはありません。もう引き続き必要な時には適切な対応を取ってまいると改めて言及を避けました。今日は1ドル156円台後半で小刻みに推移している状況が続いています。今回の急速な円安について専門家は、かなりそのアメリカの金融政策に引きずられる形で円安が進んでいると、大きな流れとしては円安水準が続きそうと。ただどこまでとかですねいうところは非常に不透明感強い状態ですけれども、円高に触れる要素は今のところ少ないと。特に中東情勢の不安定化であるとか、もろもろで原油相場も上がり始めてますので、それプラス円安となりますと、かなりエネルギーコストの上昇につながってしまうと。ガソリンはそうです、もちろんですけれども、電気代ガス代というところにも響いてきかねませんので、広く生活に影響が出てくる可能性はあると思います。こちらは大阪ミナミ鉄板焼きのお店。テイクアウトで神戸牛の串焼きや肉寿司などを販売しています。このタイミングがベストだなってお客様感じてこちらの方に、来ていただいているわけです。アジアよりも欧米の方が多いような気がしますね。そこがやっぱり円安が大きく働いている点じゃないかと思ってます。プレミアム、ワオ。受け取ったのは、なんと 80g 5500円のステーキ串。気になる味は、Really tender, really soft. We're here in a place called Kobe Beef. I recommend this. It's really good. と大絶賛。5500円の神戸牛は高くないですか？ I spend a lot of money, but for me, it's not a lot of money.めっちゃ買い物します。お茶が好きから抹茶、化粧化粧品も買いました。7年間前に関西大学に留学するときに高かったけど、今は安くなったから良かったです。対照的に日本人観光客は、結構やっぱ旅行に行く自分らからしたら結構きついですね。パスポートも取ってるんですよ一応俺は。結局機会がないっていうのもあるし、物価が高いっていうのもあるしで、いけないですよね、やっぱり。投資してるんで、そこにちょっと影響あるのかな。老後はもう、円安だけじゃなくて、いろんな問題でちょっと心配ではあるんで。急激な円安、今後の資産形成についても専門家に聞きました。これだけ今円安が進んでいるという背景でございますと、円が非常に弱いとお考えがありますので、このまま弱い円を持っていてもいいのかというですね、ご相談が多くございます。そこで資産形成の選択肢の一つとなるのが、総額1800万円まで非課税で投資ができる新NISA。今年から始まったこの制度を活用し、毎月負担のない金額を少しずつ投資する積み立て投資がおすすめだといいます。為替もそうですし、株価もそうですけれども、かなり変動していると思います。ここで投資をやめられる方というのもいらっしゃるかと思いますけれども、やはりNISAといいますのはそんなに短期間のものではございませんから、できる限り長く続けていただくこと、いわゆる辛抱強くですね、ご投資をいただくことというのが重要になってくる。